夢ラジオ第6612回、今日は令和6年7月26日金曜日です。時刻は午後5時、横浜港北、まだ5時なんだけど少し陰ってきて雲があるのでね、すると日暮らしが鳴き始めました。朝と晩は日暮らしが鳴いてますよ。さて今回は K-POP の歴史をお話しいたしましょう。 K-POP の歴史です。 J-POP についてよくお話ししている夢ラジオですが、実は K-POP にもそれなりに位置加減があるので、今回はその K-POP の歴史っていうのを、かいつまんでお話しいたしましょう。 J-POP、日本でポップというのが、だいたい始まったのが1973年、昭和48年、このあたりと見ていいと思います。この1973年に、例えばチューリップの、だから今夜だけは、とかって知りませんか？流行ったんですけど、君を抱いていたいっていう心の旅、あとオフコースの僕の贈り物、そしてユーミンの飛行機雲、こういうところが出ました。でこの73年から2年遅れた75年、昭和50年に太田裕美の木綿のハンカチーフ、こういう時代となるんですね。今の耳で聞いても、あ、ポップと呼べるねっていう、そういう感じですよ。でそういうその K-POP の今の耳で聞いてやっぱりポップっていうのを探せばですね、実はこれ韓国人にもほとんど答えられないと思うんですよ。韓国人ってあんまり歴史的な感覚がないので、実は非常に歴史に無頓着なんですよ、韓国人って。慰安婦の問題とか、徴用工の問題とか、いろいろ言ってますけど、歴史についてはね、全然掘り下げようとしないっていうか、なので、この K-POP の歴史っていうのも、どの辺から K-POP って言われて、さあ、とかって言うと思いますね。で、あえて私が言うと、1980年にですね、シャープっていうバンドがあってね、これなんかどう見ても学生風の感じのバンドなんだけど、演劇が終わった後っていう、なんかちょっとダサい、今の目から見ればダサい感じの演劇が終わった後っていう、これがね、今の耳で聞いて、あ、 K-POP っぽいねっていう。そしてね、その K-POP っぽいからには、実は今の人にもリバイバルされてないといけないんですよね。で、例えば飛行機雲とか、心の旅はリバイバルされてないかもしれないけど、特にユーミンの曲はすごくカバーされてますよね。ハッピーエンドも。だからそういう点で言うと、今の人にも通じるっていうので言うとね、この演劇が終わった後、ヨングギクンナゴナンティホンジャスケクソゲナマとかっていう、こういう始まり方の曲なんですけど、今の子が歌ってんですよ、これね。割と今風にアレンジしてね。で、この辺が実はK-POP の始まりだろうと私は見ております。とはいえ、80年代90年代の韓国の文化っていうのはかなり停滞しました。それは K-POP にも言えて、本当探せばさっきのね、ヨングギクンナンフっていう演劇が終わった後って、あれくらいなんですよね。それで2000年に入ってから、韓流ドラマっていうのが流行って、冬のソナタ有名ですけど、怒涛のように韓流ドラマが日本にもやってきましたよね。
あれとともにその主題歌も入ってくるじゃないですか。そしてその主題歌がいいということで K-POP が磨かれていった、こういうあの流れになっていくんですよ。で、例えば冬のソナタの My memory もどきよけよくすがんって、まあ流行ったんですよ、これがまた。あぬぬかむにょあじゅちゃぐんにどんぽいねよ。あのヨン様がなんか日本のおばさんにキャーキャー言われてた頃ですよね。でこのマイメモリーなんかが流行って、で K-POP に非常にあの洗練が加わったんですよ。ですからあの韓流ドラマと K-POP の登場っていうのは気を一にしているわけですね。だからあの韓流ドラマの主題歌として使われるっていう、主題歌じゃなくてもあのドラマの挿入歌として使われる、挿入曲として使われるのは非常にあの K-POP にとっても磨かれることになりました。でその頃にボアっていう、これ日本語でも歌ってたし結構日本でも人気あったんじゃないですかね、ボアって。それこそ2000年代ですよ。あのミルキーウェイとかが、まあ、有名で、オンジェナネギョテイソジョナルノチジマラジョっていう、まあ、ノリのいい、まあ、ディスコミュージックですよね。だからボアなんかが非常にあの K-POP を2000年代に牽引したんですよ。でそのボアが、まあ、2000年に入って開拓し K-POP をね、でさっきお話したあのドラマの主題曲を歌う人たちがそれぞれ独立していったと。でボア、そしてあの外せないのはね、イー・スンチュっていう、これあの K-POP の帝王みたいな人なんですけど、イー・スンチュル、これまあ韓国人に聞けば誰でも知ってると思います。あの、まあ、K-POP の小田和正みたいな感じで、なんかカジマラゴーソリチョーカジマラゴーマレソーサラハンダゴーサラハンダゴーっていう、こういうこれも韓国人多分誰でも知ってると思う。あのすごい街に流れてた曲なんですよね。でこのイースンチュとさっきのボア、そしてあの K-POP のバラードの女王っていうんでイースヨンっていう女の人ですね。でこの人なんかがあの、まあ、バラードを歌ってたんですよ。オルマナモロジンゴカンキンハンスムシミョンハルガチョムゴンとか、こういう優しい感じの女性の曲をイースヨンが歌ってましたね。でこのイースヨンなんかはね、あのこう君は愛されるために生まれたっていう、これも韓国人なら誰でも知ってるメロディーがあるんですけど、これをねやっぱバラードの女王ですから優しく歌ってましたね。だからこういう曲が生まれてくるっていうのも K-POP の一つの1ページなんですよ。あのタンシヌンサラパキウィヘテオナンサランタシネサムソゲソサラパコイチヨンって聞いたことないですか。君は愛されるため生まれたっていう日本語の曲にもなってると思います、これはね。それで2000年代もだんだんこうあの立ってくると、今度グループがドーンと出るようになってきたんですよね。男子グループではね SS501 ってこれなんかドブレスオーコニルっていう、こういうバンドが出てきました。これもねドラマの主題歌で花より団子って知りませんか。日本の漫画なんだけど、あの日本だとあの小栗旬がやってたのかな、あと嵐の
あの男の子がやってた、あと井上真央が、あれが韓国でものすごく流行って、あの花より団子っていう、コッポダナムジャっていうタイトルですよね。でその主題歌がね、森ぬのむなナパソの花パケヌモルゴっていう、これがやっぱ流行って、でこれがあの K-POP がぐっとこう、まあ、認知されるあのきっかけとなった曲なんですね。ニガノムセンガナヌナレっていう、あの花より団子の韓国バージョンだといつもこの曲が、まあ、流れてくるんですよ、主題歌で。でその SS501 と同じぐらいに、今度少女時代っていうソニョシデっていう、聞いたことないですかね、ソニョシデっていう、なんか女の子がやっぱりドドドッと出てくる、そういうグループの曲ですよ。で、あのソニョシデってのはガンガンうるさいのも多いんですけど、でバラード歌わせたらやっぱり静かなバラードでね、アンチェバルモルンチェチナガヨチェバヌンキドチュチマヨとか、これティファニーが歌ってましたけど、あの私一人でみたいな訳すとね、ナーホンジャソっていう、だからこういうバラードも歌えるけどガンガンあのビートの効いたのも歌えるっていうのがやっぱりグループの実力かなと私は思ってるんですね。ですからこの2000年ぐらいに、どうやら韓国政府としてもですね、こうドラマとか映画とか、特にドラマですね、ドラマと K-POP は使えるぞということになり、政府としてものすごい補助金出して後押しし始めたんですよ。ですから今度2010年代に入ってくるとですね、あのそれこそもう BTS とか、あとニュージーンズとか、こういう、もう私はっきりついていけないんですけど、 K-POP の歴史とかって偉そうに喋ってるんですけど、もうこの辺になるとあんまりね、ニュージーンズの What's your ETA? What's your ETA? って、まあ、あれくらいしかなんかもう聞く気しないというか。ただしですね、このもうマーケティングを最初に行って、それで売り出すっていう、このもう K-POP 今そうなってるんですけど、整形ももちろんさせるわけですよ。声はね整形できない、あと踊りのね、ダンスの上手下手もこれちょっと直せないので、それでオーディションして、もう顔は後で直せっていう、こういう感じなんですね、韓国のああいう K-POP の世界って。だからほぼみんな整形してると思いますよ。さっきのニュージーンズのハニーって女の子は割と人気あるんですよ。だニュージーンズとトゥワイス、こんな感じですよね、今女グループで言うと。高校生の教え子と喋っててもこの2つ言ってきますよね、トゥワイスかニュージーンズかと。そのニュージーンズのハニーって女の子いるんだけど、一番有名かな、人気あるのか。その子がなんと最近青い珊瑚礁を日本語で歌ってるんですよ。で韓国でこれがなんか変に受けてるっていうね、あのあれ半日どこ行ったんだろうみたいな。でみんなあの観客も日本語でなんか一緒に歌ってるんですよ。韓国のあの K-POP って観客が一緒に歌うんですよ。だからあのこっちがっていうか、歌手が歌ってれば歌うんですね。あれってなんか変に日本語よく知ってんじゃねえかみたいな。今 K-POP はですね、実は J-POP よりも世界戦略はもう完全に上行っていて、それは当然で、日本って J-POP を政府が売り出そうなんかやってないんですよ、全然。あのそれこそ15年ぐらい前の麻生内閣でそういうことをちょっとやろうかって、なんか文化の後押ししようかって言ってすぐやめたんですけど、あのリーマンショック来たし。韓国はね、もう2000年代から着実にドラマと K-POP の磨き上げっていうのを、後押しをやってきたので、もう売れるべくして売れるんですよね。でそのニュージーンズがなんと青い珊瑚礁をリバイバルさせるかと、ハニーが自分で思いついて歌ってるわけないので、
やれって言われてやってるわけですよ。なぜ今聖子なのか、ちょっと私は最近よく考えてるんですよね。なんでハニーが青い珊瑚礁歌ってんだろう。もう韓国は今国を挙げてその K-POP、 そしてあの韓流ドラマに力入れてますから、それは面白いのができるに決まってるし、いい曲できるに決まってる。かっこいい子や可愛い子が魅力的に登場するようになってるわけなんですよね。それと、まあ、あの自然発生的にあの生まれては淘汰されていく J-POP とはちょっと比べにくいで、しかもね、やっぱ世界的に売れるあのビートとメロディーラインを K-POP 追求してますから、まあ、さっきも話したようにね、2010年代から私もあんまついていけてないんですよ、こんな話しながら。 K-POP の歴史、1980年のあのシャープっていうあのバンドからけど20年ぐらいなんかブランクがあって、で2000年代に入ってからドラマと一緒に市民権を得ていった、それとともに強烈な勢いで洗練されていった、そういう歴史ですね。私もあの韓国語が分かりますので、 K-POP もなんか聞いてるうちに歌詞なんか覚えちゃうじゃないですか。こんな話しながらでも、ああ懐かしいなと、もう一回聞いてみようかななんて思ったりしますね。リスナーの皆さんはどうでしょうか。